オッケー。この下か。あ、俺が運転するんだ。ブラスビッチ、ここだ。おお、自分で運転するんだ。いいね。あ、やばいやばい。進め、階段を上がるんだ。おお、すごい。ちょっと待って。はまった。あ、やばいこれ。叫んでる。え、何？戦車か。やばいぞこれ。やばいやばい。なんでこれなんだよ。何を切れ？あ、これか。ブラスコビッチ。よし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 。あぶねえ。さあどうする。ここからはいけないね。なるほど。まさか抜け出せるなんてね。助かった。いや面白い、このゲーム面白いですよ。興味持った方はね、ぜひやった方がいいですよ。あのね、銃とかをね、撃っててすごい気持ちいいんですよね。やばい、一人止まったよ。やばいやばいやばい、めっちゃ撃たれてる。よし、かかった。どこへ行くのか教えて。こいつを持ってろ。町中のカメラで見張ってやがる。警察。夜の方が動きやすいね。昼間にクライソーレジスタンス本部に入るのは絶対にいかん。空からは追われてない、ついてるな。ま、死ぬなら収容所より外の方がマシだ。よし、二段階の作戦で行くぞ。まず完全な死角に入らねえんだな。よいよ、行く。今だ、走れ。ん？何を抜いたんだ？すごいカメラの数だ。じゃ、第2部と行こう。飛べ、何も考えずに飛び込め。水に潜ったら息を止めて俺についてこい。絶対に顔を出すんじゃないぞ。夏はそこら中にいるから俺たちは皆殺しだ。何も考えず飛び込め。よし、行くか。じゃあ、あ、これ壊すのね。桂馬貸しといて。あれ、一発じゃダメなんだこれ。あ、ちょっと待って、違う。どうやって切り替えるんだっけ。できた。あれ、どうやって切り替えるんだっけこれ。やばいやばい、もう視界がやばいことになってる。あ、充電できるやつじゃないのこれ。
あれ俺どうやって切り替えたんだっけさっき。あこれか。あ水の中では使えないんだね。もう一個のやつ。だから切り替えできなかったんだ。持ってた銃全部なくなってる。抱いて寒いの。抱いて。マックス。いやマックス。下ろしてやれ。そっとな。え？何あの人頭が。落ち着けタイ。フラウスだ。味方だよ。夏だけが今。落ち着け。こんなありふれた場所に潜むなんて。ベルリンの中心部よ。だから見つからない。声が漏れない。声を抑えればな。驚いたね PJ ブラスコビッチ。白昼堂々ここに入ってくるバカはあんただけだよ。帰ったぞ。よく戻ったねファーガス。キャロライン生きていたのか。まあこんなありさまだけどね。脊椎が粉々に砕けた。あんたは頭部損傷、硫酸弾の破片がドタマの中に残ってる。結腸切断、敗血性ショック、骨盤粉砕、記憶喪失にフラッシュバック施設に14年。すごいやりとりだな。ね、あなたは何を。ここで何してんの。ただいまデクラ。あなた死んだんじゃなかったの。3ヶ月前に死んだはず。ありえない。アイゼンバルトから戻ってくるなんて。あなたはとっくに除籍されてる。聞いたわ、1946年に死んだって。とんだ誤報だった。あなたも初めて見る顔ね。まったく結局誰も当てにならないってわけね。モデルを全部組み直さなきゃ。失礼するわ。ロンドンから面白い情報が入ったの。プロジェクトウィスパーというフォルダを探してみて。詳細はクラウスに。あのフォルダが必要なの。プロジェクトウィスパー。すべてうまくいく気がするわ。ここに座って、ミスアーリン。この周波数を盗聴して、ロンドンから発信された日時と内容をできるだけ書き取ってほしい。ペンと紙ね。タイプライターは。タイプできるの。はい。両親に習えと言われて。ああ。口述筆記かしら。処方箋だとか。あ、いいえ、ロンドン大学で勉強中に役立ちました。考古学の博士号を取ったんです。すごいじゃんこの人。空襲が始まって故郷に帰らざるを得なくて。16歳でした。じゃあドクター。16歳で。あのナチスどもが一体何を企んでいるの。めっちゃ頭いいじゃんこの人。私と一緒に探って。しかもこの時代で自動で動くのかな。ロックされている。もうなんかいっぱいある。ボビー・ブラム。放っておいてくれないか。放っといてくれないかって言ってましたね。プロジェクトウィスパーが必要。何これ。プロジェクトウィスパーのフォルダを探してるそうね。ここにはないわ。見ればわかるけど。デクラすごいねこの紙の数。あのフォルダが必要っていうかすごいなこの。プロジェクトウィスパーというフォルダを探してみて。詳細はクラウス。テレビの数。すごいなんかろうそくがすごいいっぱいある。この人頭がねすごいんですよ。マックス・ハス。なんどうしたのあなた。頭がさっきはいきなり襲いかかってすまなかった。そんなこと気にするなよ。
初めてじゃないからそのタトゥーを消したいんじゃないのか。ああ、いつかはこいつを入れた時はおかしくなってたんだ。最高に誇り高い瞬間だと勘違いしてた。これを消す時はもっと誇り高く思うだろう。ああ、めっちゃリアル。ナチスもタトゥーもいらない。ナチスを潰す邪魔をしないならうまくやれる。キャロラインが書類を探している。プロジェクトウィスパー。ないでぜひ。こいつは英語を知らんが、プロジェクトウィスパーという言葉には反応する。それが危険な任務で、俺たちの命を奪いかねないことを知ってるんだ。暴力トラウマになっちゃってるのか。傷つくのも嫌がる。話のことないぞ。ベベンフリヒケンプン。君が持っているソーダがここにあるのか。俺が2日前に持ち出したが、もう戻した。キャロラインの部屋だよ。デスクの引き出しの中にあるはずだ。俺がそこに置いた。オッケー。キャロラインの部屋を見てみろ。ボルダは彼女のデスクの中だ。わかった。マックスの部屋だな。マックスの部屋。すごいね、なんか。あの、頭へこんでる人のですよね。何を隠しているの？あれはプロジェクトミスパーズのボルダか。何か道具がいるな。道具がいる。君みたいだな。ここで眠れるか。一眠りできるといいが。眠る。ちょっと待って、眠る前にレコード、レコードを発見。ん、また記事か。ここは何もないっすね。チャリンコの部品がデスクの上に。あ、ファーガス・リード。あ、なんか疲れてるね、ファーガス。俺はもうクタクタだよ。本物のベッドを見たの何ヶ月かぶりだ。歩き方がもうおじいちゃんになってる。寝かせてくれないか。了解だ。そこらに起こしてくれ。わかった。もう行ってくれ。これであの板を外せるね。おお、すごいナイフがいっぱい入ってる。ここは誰が、悪夢どういうこと。ちょっとやってみましょうか。これ何、これ、そう、これね、あれなんですよね。このゲームってもともとね、スーパーファミコンのゲームなんですけど、そのスーパーファミコンの時こんな感じだったんでしょうかね。それをプレイできるっていうことでしょうか。なんかスーファミっぽいですよね。あちょっと待って、他のとこも。おお、敵が。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、なくなった弾が。あ、死んだ。あ、もうできないんだ。残念。あれ、これ今やっても しょうがないかっていうか、できないし。ちょっとね、でも
やる前にちょっと下の方にもね行ってみたいと思います。あ、これはダメなんだ。これで外出ちゃうんだね。よし、じゃあマックスの部屋。うん、ごめんなさい、あれマックスも戻ってる。マックス頼むからどいてくれ。ああ、しゃっくりが。ゲッツトライク、ダッシュリスウェスティ。マックス、こっちだ。来い。アズオの、アズコザイ。こっちだ。すまんな、知らなかったんだ。はい、ごめんなさい、ちょっとねしゃっくりがね止まらなくてね、今ちょっと頑張ってね息止めてました。息をね10秒間止めるとしゃっくりが治るんですよ。これ子供の頃からねやってるんですけど結構効果ありますよ。感謝するわブラスコビッチ隊、任務の準備はできた。友よ、どうしよう。これを見て、プロジェクトウィスパー、開発に何年もかけた航空機型ヘリコプター。ナチスはこれを無音で飛行し、レーダーにも映らないようにした。ロンドンから発信された会話をアーニャが解読した結果、ロンドン農地化調査研究所にプロトタイプが3機だけ存在すると判明した。ブラスコビッチ隊員が加わり、ついに我々は攻撃に出ることが可能になった。ネズミのように這い回る日々は終わる。これだけの戦力が我々のものになれば何でもできる。クライソーサークルの再構築さえ完全武装するの。人々は立ち上がり、必ずやデスヘッドを葬る。ナチスは征服したと思っている。もはや私たちに抵抗する力はないと。事実は異なる。我々が勝つ。14時間も運転して鼻炎なんかにかかっちまって、もう8ヶ月も熟睡できてない。やろうみんな、俺には最後の戦いだ。いい度胸だなボビー・ブラム。よせ、俺はさっさと済ませたいだけだ。ファーガスの格好あれっすね、かっこいいっすね。え、なにこれ、びっくりした。またなんか夢見てんのかと思った。ハイルヒトラー、ハイルヒトラー、ハイルヒトラー、ナチスのクス死ねって。このバカでかい建物が屈辱のロンドン農地下だ。ここは昔ロンドンの中心街だった。行かれるレジスタンスたちが絶えず戦っていたが、ナチスがロンドンモニターを設置してから全てが変わった。誰もが奴らの顔色を伺うようになっちまった。奴らは何もかもなぎ倒し、この奇怪な建物を追っ立て上がったんだ。これがナチス最高峰の調査研究所だ。航空宇宙関連だとかあらゆる研究が行われている。キャロラインたちは電波塔の上空だ。見えるか。アーニャはベルリンで無線を傍受してる。こいつで仲間にコンタクトできる。おお、いいですね。お前はここで降りろ。はい。じゃあな、ブラスコビッチ。しっかりやれよ。了解。何やってんだ。マジか。やばいやばいやばい。出だしからこんな。マジか。あの人、このために。俺次第。
庫から7ブロック先に移動中。OK、うん、あなたは農地下の最上階まで隠れてドアを開けて、そこから私が潜入する。あ、なんか落ちてる。違った。ちょっと待って、何の銃がある？あ、これしかないの。ワンちゃんがいる。ちょっと待って、これ上がれないんだよね。うん、こっちじゃない。あ、こっちから行くの。うわ、すごいな。これ走っていかないといけないのか。 OK、 なんか火吹いてる。あ、ここであれ使うのか。こっちか。あ、違う、間違えた。ちょっと、ざま見ろ。え、こっちから行けないね。でもどうしたらいいのこれ。え、別の道を行けってことか。兵が死んでる。せっかく開けたのにな、あそこ。あ、やばい、あいつ出てきた。おお、やばいやばい。え、なんでお前はそんな邪魔ばっかりするんだよ。あ、これはもう頭ぐっしゃり。最上階でしょ、だって。それはだってまだ中にも入ってないんじゃないのこれ。入ってんのかな、もう。あ、やばい、敵がいる。なんか怪我してるけど。